ライアン・パトリック・オハーンは、アメリカ合衆国テキサス州、フリスコ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のカンザスシティ・ロイヤルズ所属。2014年の MLB ドラフト8巡目で、カンザスシティ・ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホ・フォールズ・チュカーズで、プロデビュー。64試合に出場して打率。 361、13本打、五54打点、3盗塁を記録した。2015年は、A 級歴ントンレジェンズと、A 級ウィルミントンブルーロックスでプレイし、2球団合計で127試合に出場して打率。263、27本打、七77打点、7盗塁を記録した。2016年は、A 級ウィルミントンと AA 級、 ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、2球団合計で134試合に出場して、打率275、22本類が78打点、3盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2017年は A 級ノースウエストアーカンソーとトリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレーし、 2球団合計で133試合に出場して、打率、253、22本塁打、64打点、1盗塁を記録した。2018年、マイナーでは、トリプル A 級オマハでプレーし、100試合に出場して、打率、232、11本塁打、52打点、2盗塁を記録した。7月31日に、メジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りすると、同日のシカゴホワイトソックス戦にて、7番、指名打者で、先発出場して、メジャーデビュー。この試合でメジャー初安打となる本塁打を、ジェームズ・シールズから放っている。この年メジャーでは44試合に出場して打率26、262、12本塁打、30打点を記録した。ありがとうございます。